こんにちは。4月27日火曜日の現在時刻14時でございますね。皆様こんにちは。本日もお仕事お疲れ様です。さあ今日はですね、ちょっとね、また行ったことない公園行ってみようかなと思っております。まあ今仕事中なんですけれども、ちょっとね、時間の指定があるということで、結構ね空き時間がしっかりあるんですね。なんと4時間あるんですね。なのでちょっとね、空いた時間にちょっといろいろできることやろうということで、ただこの空き時間が4時間あるイコールですね、終わりの時間が遅いということで、夜8時ぐらいに終わる感じですね。なのでちょっとそうなるとですね、もう完全に真っ暗だということで、明るいこのね、待ち時間、空き時間4時間で動画撮っちゃった方がいいなということでね、まあ目的地近くのね、ちょっと公園に行こうじゃないかということで、今検索したところ、いい公園が見つかりました。向かいます。さあ一気に景色が変わりました。今走ってるところはですね、愛知県名古屋市森山区にあります小畑緑地の、周辺の道路なんですけれども、まあ、こういったね道があります。初めて通りました。ただ私が本日ですね向かう公園はこちらではございません。ちょっとね行ってみないと公園の名前もね、呼び方がちょっとわからないぐらい、8つの竜の公園、8竜と読むのか分かりませんけれども、そちらに向かっております。そちらにはもう一つ同じく8つの竜と書いた神社もあるんですね。ちょっとその神社も行ってみたいなと思います。駐車場がなさそうなのでね、まずちょっと神社の方に行きます。これを左でございますね。ちょっと来たことないからね、ワクワクします。さあそろそろ右手に神社が見えてくるはずなんですが、ちょっとカメラを下に向けます。あれ、なんですけどね、ちょっとどうなってるんでしょうか。え、あ、お寺、お寺じゃないんだ、神社があるはずなんだよな。いや完全にちょっと、あれ、これいける、ここは野鳥園ですって書いてある。あれ、これこっちか。あれ、でもこっち、わー、わかんねえ。ただね、この辺高級住宅街なんですよね。あんまり不審者っぽい動きするとね、ちょっと通報されちゃうんで。どこだ。ちょっと地図を確認しましょう。ちょっとね、いや、でかっ。田園調布の豪邸よりも敷地でかいな、やっぱな。城みたいな家がありました。ちょっとカメラは抑えられてないと思いますけども、ちょっと怖くて撮れません。すいません、ビビってます。いや、ちょっと車じゃ無理かも。すごい坂だなこれ。いや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 、これはすごい。おかしくないですか。その先は何なんだ。おお、よしこれちょっと、これはすごいな。この左
左手がね、その八流緑地だと思うんですけどね、やっぱ最初にさっき言った小さい入り口以外にちょっとね入れる場所がないんですよ、謎すぎると。いやちょっとこれね、実はもう時間が結構すいません限界来てまして、ちょっと明日でもいいですか、この緑地そして神社。ちょっとね全くわからない、ここすいません、今日はちょっとここを諦めます。あ、野鳥園がまた出てきた、ここどこ、え、ここはどこだ、あれこれ通ったか、この道、え、ちょっと、あ、通った、さっき通った、あ、つながってる、すごい遠回りしたけど、あ、なるほど、ちょっとすいません、今日はここまでとなります。え、ヤギがいた、ヤギがいた、すいません、ちょっとお時間が来てしまったので今日はここまでということで、ちょっと行きたかった公園明日行かせていただきます。八流神社、八流緑地、明日ぜひお楽しみください。ちょっと今日はなんか予告編みたいになっちゃいましたけども、申し訳ございません。まあね、まあ大丈夫ですよ、大丈夫。いや、しかしでもちょっと謎だな、怪しいとかじゃないけど、なんか謎だよ、謎な、ちょっとミステリアスな場所を見つけたかもしれません。私、ぜひ明日の動画お楽しみください。大丈夫ですよ、大丈夫です、この道今日3回目です。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした、おやすみなさい、また明日。